メグティリーはアメリカの女優ブロードウェイの舞台のダンサー兼バレリーナ、作家カリフォルニア州ロングビーチ生まれ父親は中国系アメリカ人母親はアイルランドフィンランドネイティブアメリカンの血を引く女優のジェニファーティリーは姉ティリーは1994年にシンギングソングズという大の小説を出版したこの小説は ギフから自分と自分の姉妹たちが性的な嫌がらせを受ける少女についての一連の小作品からなる。二作目の小説、ジェンマは2006年10月に刊行された。2007年に出版した三作目の小説、ポーキュパインはシーラエーエゴフ児童文学賞の最終選考に残った。ティリーは自分の著書、シンギング・ソングズが自伝であることを後に正式に発表したのだが、 この本によると、彼女の母はものすごく普通でない親だった。この本は、彼女が義父から性的虐待を受けたと断言してもいる。1983年、映画プロデューサーのティム・ジンレマンと結婚し、数岡目を儲けるが離婚。1990年、恋の起き手で共演した俳優のコリンファーストの間に、男児を儲けるが、結婚はしなかった。 1995年を最後に自分の子供たちを養育するために女優業から引退していたが2010年に復帰した。最古2にヒロイン役で出演した際、ティリーは前作を見たことがなく、主演のアンソニー・パーキンスがその作品で高い評価を受けていることも知らなかったため、撮影現場で不用意な発言をして、パーキンスの怒りを買ってしまった。ありがとうございます。